こんにちは、速稼塾の久保です。いや、24時間ですね。何が24時間かというと、食中毒からの解放です。いや、実はね、私先日ね、スシロー行ったんですよ。で、なんかマグロの中トロが安いっていうんで、まあ、食べに行ってもうガツガツ行ったんですけども、それからですね、6時間7時間後、ちょうど消化が始まる時間から吐き気とね、あとお腹の調子が悪くなって、あ、これ食中毒来たなと思ったんですよ。そしたら一緒に行った人もそうなったんですよね。で、これ、あ、スシローで当たったわと思ったんですよ。で、そこでね、天国と地獄なんですけども、確かにね、24時間食欲がなくて気持ち悪かったです。でも私ね、食中毒になっても24時間でまあ大体回復するだろうと思ってたんで、そんなにね、ビビってなかったんですよね。ただやっぱり苦しかったですよ。で、喋ることもできなかったんで、本当に苦しいじゃない。お腹がこう痛いと、なんかこう声もあんまり出ないんですよね。で、そういうことで、動画の更新がね、若干鈍ったんですけども、まあでもね、おかげさまで回復して今。で、その時思ってたのが、確かに地獄なんだけど、その地獄をどう天国にするかなんですよ。あ、これは痩せるいいチャンスだなと思いましたね。っていうのが、24時間多分食欲はないだろうと思ったんですよ。で、24時間、食中毒が明けてもいきなり食欲は出ないと思ったんですよね。まあ、ですんで、こうやってココアみたいな柔らかいものから、あったかいものを飲むようにしてるんですけども、今もね、食欲ないんですよね。食欲出てきても、まあ、ちょっと抑えていこうかなと。これをダイエットのきっかけにしたのかなと思ってるんですよ。まあ、地獄から天国へって感じかなと。だから要するに、その状況をどうプラスに捉えていくかってことなんですよね。よく向かい風って言いますけども、向かい風も自分が向く方向をくるっと180度変えると、追い風になって走りやすくなっちゃうみたいなことですかね。まあ、だから、もう食中毒になってしまったものはしょうがないと。たまにはこういうこともあるさって感じでね。じゃあそれをどう利用していこうかなというふうに考えるわけですよね。戦時解放業のお坊さんが世の中は地獄ですと言ったのは、やっぱりこう深い意味があると思いますけども、でもね、やっぱりね、戦時解放業をやっていなければ地獄というふうに思えないっていうのもまたいいことじゃないかなと。そんな悪い世の中じゃないよねみたいな感じですよね。そして最後にね、なんかトラウマって言葉がありますけども、じゃあなんでね、トラウマ、悪い意味でのトラウマが頻発するかっていうと、やっぱり人生生きていく中で悪い面ばっかりを見ちゃうからなのかなと思うんですよ。で、悪い面に目を向けずに、いい面ばっかりを拾っていくと、いい人生だなって思えると思うん で、どっちの方向を見るかですよね。あ、食中毒が起きちゃったら悪いな、こいつは。もうついてないなって見るか、お、痩せるチャンスが強制的に来たじゃないか。こいつこれを利用したろうかな、みたいなね。そんな感じですよね。無理やり悪いことをいいことにするみたいな。そんなこともあるかなと。味の向こう側っていうタイトルが来たんで、何事かと思ったんですけどもね。私もね、食中毒の向こう側ということで、今回はね、お話ししていこうかと思います。いってらっしゃい。